滋賀県立草津高等学校は滋賀県草津一木川町に所在する公立の高等学校。本校は1922年に車との学校、草津実家高等女学校として創立。生徒が学びの成果を社会生活につなげ、多様な人々と協力していく能力を重視してきた。1962年頃から入学希望者は、 全員受け入れる、全入運動を始めた。定員をオーバーしても受け入れる、来る者は拒まずの姿勢は、理想の教育の一つの形態であったが、中学校側から、成績不良や素行に問題があり、他校の合格が望めない生徒が送り込まれるようになり、次第に、学校運営に支障が生じるようになった。やがて校内の教師への暴力事件や喫煙。 シンナーの乱用が目に余るようになったため、1975年入試の段階で全入を断念。11人を不合格とした。1976年の日教祖の教犬全国集会では、滋賀県内の高校の教諭が全入運動が失敗した経緯を報告している。学習指導の充実、主体的学びにより思考力を育成しつつ、 実践的学力の向上を実現する。進路目標の実現、将来の夢と目標を育み、より高い進路希望を実現させる。健全な社会性の育成、健全な学校生活を確立し、社会で生きるための自立心と自立心を育む。人権意識の向上、互いの人権を尊重し、多様な人と共生できる健全な人格の形成を目指す。 晴れるる朝空に多くもさざ波をする琵琶の湖ここ、緑なす大宮に、真理の道を進むべく。今日も歓喜に胸をドルイザ畳む若き我らに、そよぐ、楠の木の木光る風山脈青き平比叡ここうるわしの、友垣に、正義の花を育つべく今日も希望に胸をドルイザイカむ若き我ら三、萌えゆる新草黒き土たなびく桜草津川ここ、かぐわしの学び者に、 平和の園を開くべく今日も理想に胸をどるいざ求めむ。若き我ら土う府三年の春と秋永遠に尽きせぬ。光ありえいありゃあ。草津高等学校。ありがとうございます。